プラムプライムって最高ですよね。はい、どうもハピネスダークのハピネスです。ウォーフレームグラムプライムのレベル9999にどんな風に通用したのか説明動画やっていきたいと思います。まずはね、こちらのビルド構成を見ていただければと思うんですけれども、グラムプライム、結論から言うとレベル9999に通用しないわけがないっていう火力を持ってます相当強いという意味ですね。で、このクレービングワイルウィンドって読むのかな、まあこのスタンスがめちゃくちゃダメージ補正強いのでおすすめです。まあもちろんね、テンポロイヤルかっけーとかね、俺も好き好んでテンポロイヤルを使う場合はあるんですけれども、火力を出したいなっていう時は、間違いなくこいつを選択するという感じです。で、コンディションオーバーロードでその付与されている状態上の種類ごとに近接ダメージをアップさせます。で、コンボ倍率に対してクリティカル率を累積させるのと状態昇格率を累積させます。で、いざとなったらヘビー攻撃でワンパーンって言って吹っ飛ばすので、そのヘビー攻撃のワインドアップ速度を上げるようにしておくと。で、さらにクリダメも上げる、アマルガムオーガンシャッターですね。で、今回レベルキャップに挑むにあたってグリニア勢相手にしたので対グリニアダメージボーナスをつける。で、プライムドフューリーで攻撃速度を上げる。で、このグラムプライム、通常のグラムもそうなんですけれども非常に攻撃速度が遅いです。そのため攻撃速度はある程度この 50% 以上あると、まあ体感ですけれども、あくまで俺の体感だけど苦じゃないなっていう感じで使える、ようなものになってます。人によってはね、バーサーカーフューリーとか入れると思うんですけれども、まあこちらでも全然問題ないです。攻撃速度に関してあんまり気にならない方は、まあクイケニングとか入れてね、コンボカウント率と一緒に、この上昇を狙って運用するっていうのもありだとは思うんですけれども、まあこういったものをね選択するのがいいのかなと思ってます。で、今回運用したのはプライムドフェーバーストライク毒ダメージですね。はい、こいつを運用すると、まあ、状態昇格率をウィーピングワンズで累積させてアップさせるっていう感じなので、まあ今回はこいつを採用したというところですね。あとはまああえてちょまあ 102% 超えてて、ブラッドラッシュとこいつあんま使わないよくないんだけど、かっこよくねっていうサクリファイススティールとブラッドラッシュつけて赤クリとか出るのかっこよくねっていうね、まあそれであえて運用しました。まあ場合によってはプライムドプレッシャーポイントとかプレッシャーポイント、グラディエーターマイトとかヘビー攻撃を運用するのであればキリングブロー、もしくはカルニスマンディブル、リフレックスコイルとかね、ヘビー効率を上げたりだとか、まあいろいろと自由枠というところで俺は個人的に捉えてますね。このビルドを踏まえてですね、こちらの映像です。まあ基本的にザコは近接ブンブンで溶けていきますので、何にも気にすることなくコンボ倍率を高い位置に保ってパパパパンチみたいな感じでやってればパパパパンっていなくなる感じですね。で、セカンダリにはエピタフをいつも通り安定で持っていったので、まあそれに感染ダメージとか入れたりだとか、コンディションオーバーロードのね能力を生かすために複数の状態上を一気にかけると、まあそうすることによってより一層ただでさえ敵が解けるのにもっと素早く敵が解けるみたいなね。で、デモリッシャーに攻撃する際も、こう敵に状態異常を付与してそこに走行値を吹っ飛ばして、まあ場合によっちゃヘビー攻撃で、このグラムプライムのすごいところは火力が上がりすぎてレベルキャップのデモリッシャーでさえもな、まあ何度かもちろんね攻撃する必要がありますけれども、もう通常の近接ブンブンヘビーとかじゃなくて普通に振ってるだけでとどめをさせてしまうという相当に強い武器なんですよね。まあ、なので俺はあんまり出さないですけれども、間違いなくそのティアランク動画みたいなのを俺が作るんだとしたら、もうこいつは間違いなくもうグレイブプライムと並ぶぐらいにもう相当強い上位に入りますね。もうトップって言ってもいいんじゃないですかね。まあ正しいトップは分かんないけど、トップと言っても過言ではないというぐらいの、まあ、度安定さと、その火力を、伴わせているので、まあ今回ね動画を作っているこの時期はクロマプライムがボルト解放されているので期間限定で
入手できるタイミングでもあるんですね。まあだからあえてね、グラムプライムの解説動画も、出してるっていうところもあるんですけれども、グラムプライム欲しいなとか、まあどんな風に使えるんだろうなって気になってる方はもう絶対に取った方がいいぐらいに度安定武器です。まあもちろんね、あのモッド構成次第というところもあって、いろいろと集めなきゃいけないもの、育成しなきゃいけないものいっぱいあるんですけれども、例えばこの構成、少しさっきの構成とは下位の構成にした形です。これ通常のプレッシャーポイントで、ブラッドラッシュとねウィーピングワンズはちょっと入れっぱなしなんですけれども、さらにアマルガムオーガンシャッターじゃなくてオーガンシャッター、そしてスマイトグリニア、これはプライム度系じゃない場合ですね。でクイッケニング、さっき説明したコンボカウント率と攻撃速度が上がるやつで、フェイバーストライクをこのプライム度系じゃないのに変えて、実はこの感染ダメージが出るようになってます。はい、でこの状態で攻撃するとこれだけでも全然いけちゃいます。まあレベル9999みたいなね、相当強力な敵と戦う場合はさっきの構成じゃないとっていうところがちょっとありますけれども、まああれに似たような構成ね、あの規模のものが必要ですけれども、普通にソーティーミッションとかシミュルカラムでね、レベル190の敵を倒したいなって思ったらこのぐらいで全然 OK です。今コンボ倍率12倍にしました。この状態でちょっと敵を殴ってみたいと思います。こんな感じでね、普通に近接ブンブンするだけでも感染と切断が一緒に入ってね、大きなドットダメージが発生しているのが見えますね。でさらに構え攻撃も非常に強くて、こんな感じで、うん、あの状態異常を加えつつ大きなダメージも取りながら攻撃していると、そのうち切断も入って、まあ美味しいドットダメージも得られますねみたいな、まあそんな感じの運用ができます。でヘビー武器はその強力さゆえにだと思うんですけど、まあ確定で切断が発生するっていうのが特になかったりするみたいなので、まあこういうね構え攻撃とか、まあ可能な限り補正値が高い攻撃を加えていくと、でそこに感染ダメージとか切断が入るとこの通りね、大きなダメージを得ながら敵の殲滅を容易に行うことができると。例えばこれをね、実戦を想定して、まあアッシュの場合だったら姿を消してってことになりますけれども、その状態で、殴るとこんな感じでね、一方的に、敵をキルすることも可能になるという感じですね。でさらにレベルキャップで挑んでた時、まあ敵のね走行値を吹っ飛ばしたりもしてたので、まあこんな感じでね手裏剣投げてワンパンで倒すとか、まあそういう感じも、実現可能であるという感じですね。はい、今ね、紹介で使っていたのは、プライム度系とか入っていない構成なんですけれども、十分ねそのレベル190のエネミーにもまとまったダメージを取ることができるんだなっていうのは、まあ、映像としても伝わったかなと思います。それをさらにねこの上位互換という形で実際にレベル9999に持ってった時の構成でアコライトも始末できるしとかね、デモリッシャーも倒せるしっていう風になるという感じです。では実際ね紹介動画の中では、あの俺透明化してたのでどういう動きしてるんだろうっていうのを、まあさっきも軽く説明したんですけど、この構成を使って紹介しておこうと思います。まあ先ほどと同じように接敵している時はね必ず透明化をするように、そして3番のねイクリプスっていうミラージュのねそのアビリティを移植しているので、光のところにいると最大 278% 火力が上昇しますよっていうのを使ってます。でさらにはねここにエピタフを混ぜていって攻撃をするという感じですまあコンディションオーバーロードの影響があるので、その敵のね状態異常の数だけ近接ダメージが上がっている影響もあってですね、コンボ倍率がまだ2倍に到達したばかりなのにほぼ 2,3 発で敵を始末することができると。あのデモリッシャーにはこの構え攻撃を、これですね、これを行うとか、これを必ずデモリッシャーには当てるようにして、まあこれ今見たみたいにこの レベル帯だとワンパンなのでデモリッシャーにも通用していると。あと他にも普通にニュートラルで振るのもありだし、前進しながらねぐるぐる回るやつ、これを敵に加えていってもいいという感じですね。まあとにかくこれが強いので、この縦振りが、うん、基本的にさっさと強力な敵潰したいなって思うときは構え攻撃からのこの縦振りからのバーンっていう打ち上げね、うん、これをやるといいのかなと思います。まあ、今回ねグラムプライムをレベルキャップに運用するにあたってこのエピタフの力をね借りたりだとか、そのアッシュのねアビリティの能力を借りたりだとか、まあいろいろやりましたけれども、何はともあれね敵を殲滅するときは、グラムプライムでってことなので、まあいろいろ手こ入れはある中、グラムプライム1本あればね敵の殲滅にはこと欠かないと
という感じです。相当強力なのでね、多くの人に使ってほしいなと思います。利便性1じゃないのが不思議なくらいですね。はい、そんな感じでね、今回はグラムプライム VS レベル9999ということで、その運用方法とかね、まあ、どんな感じだったのかっていうのを解説させていただきました。またね、いろいろと、レベルキャップ関連の動画はまだまだ制作しているものもいっぱいあるので、まあ、その都度公開させていただきたいと思います。この動画がね、参考になったら嬉しい限りです。また別の動画でお会いしましょう。ハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。